はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、みんなの銀行20%還元、Apple Pay や Google Pay でお得にクイックペイのキャンペーンも合わせて解説ということで、今回はみんなの銀行についてですね、この動画ではみんなの銀行とクイックペイについてのお得なキャンペーンが開催されていましたので、そちらについてお伝えします。かなりですね、取り組みやすいキャンペーンとなっていますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いしょう、まあ、みんなの銀行についてはね以前こちらの動画をアップしておりますみんなの銀行今すぐ始めるべきということでまあ簡単な概要の解説というかまあどういった風に始めるのかっていうところをですねお伝えしてますので一応概要欄にリンク貼ってますんでそちらから見ていただければと思いますで今回そのみんなの銀行がですねなんと10万ダウンロード突破記念ということでこちらのキャンペーンが開催されておりますみんなの銀行でお得にキャッシュレス体験キャンペーン20%キャッシュバックということでそうなんですよね今みんなの銀行使われてる方であれば誰でも参加できるキャ キャンペーンとなってておりましてこのキャンペーンですね本日7月16日から8月の15日までの約1ヶ月ほどのキャンペーンとなっております。 で、キャンペーンの詳細ですね。一緒に見ていきましょう。でですね、ちょっと下に下がっていってですね、今回のこのキャンペーンなんですけども、期間は今お伝えしたこの期間なんですけども、ちょっとまず見ていただきたいのはここですね。本キャンペーンは開催期間中であっても、予算が上限に達した場合、予告なく変更または終了する場合があるということでございますので、まあもしね、取り組むのであれば、なるべく早く、まあ取り組むのが一番ベストかなと思います。終了する際は事前にですね、みんなの銀行のツイッターの公式アカウントがあるみたいなので、まあ、ここをクリック ックしたらですね公式アカウントにつながりますので、まあ、これをフォローしていただければ、まあ、終了するかどうかっていうのが事前にわかるかなと思います。 で、今回のこのキャンペーンですね、大きく2つに分かれておりまして、まず1つ目はこのキャッシュバックの項目なんですが、Apple Pay、Google Pay ご利用で20%キャッシュバック、キャッシュバック上限が1000円ということですね。で、内容なんですけども、期間中に Apple Pay、Google Pay でみんなの銀行のデビットカード決済をご利用されたすべての方に通常の利用特典に加えて期間中の Apple Pay、Google Pay ご利用金額の20%キャッシュバックいたしますということでございます。で、ちょっとですね、この Apple Pay、Google Pay の20% 1%の前に通常の利用特典だけをちょっと押さえていただきたいんですけどもまあこれがねみんなの銀行のサービス機能の比較表なんですが通常の利用特典っていうのが通常会員の方では0.2%のキャッシュバックなんですけどもプレミアム会員っていうのが1年間無料で使うことができるんですけどもこの会員の方で言えば1%のキャッシュバックを受けることができますちなみにですね僕は動画をアップした後にプレミアム会員になりまして現時点では僕はプレミアム会員1年間無料に入ってますなので僕の場合はこのプレミアム会員の1% と,とプラス。 先ほどお伝えした今の回の20%。この特典なので実質21%分の還元を受けることができます。これ結構熱いですよね。で、上限が今回1000円なので、まあ例のごとくね、計算したいと思うんですけども、1000円かけることの0.2なので、まあ5000円分、5000円分決済したら上限点1000円に到達するということでございます。で、適用される条件なんですけども、ご覧の通りですね、みんなの銀行の普通預金口座、およびみんなの銀行のデビットカードを保有している方、もう解説されている方ほとんどされていると思います。で、期間中にアップルペグ、 ユルペで、みんこの対象となる決済方法ですね。ここはちょっとですね、気をつけておいてほしいところでございますね。まず、Apple、ま、Pay、あ、iPhone とか利用されている方の場合は、店頭で利用される場合はクイックペイプラス、Quick Pay Plus もしくは JCB コンタクトレスでの決済。 この方法であれば対象となる決済になります。通常のクイックペイではなくて、クイックペイプラスっていうところが重要ですね。まあこれ公式ページとかで調べていただければわかるんですけども、お店の中には、まあご覧のようなクイックペイのマークがあるみたいなんですけども、まあ、このクイックペイプラスが使えるところっていうのがですね、重要となりますので気をつけてください。で、ネットで決済する場合なんですけども、アップルペイボタンをタップするか、お支払いとしてアップルペイを選択した決済ということで、まあ、これ iPhone 使われてる方であればご存知かと思うんですけども、例えば、 何かこうアプリ内でとかで課金するときに Apple Pay のボタンをタップすることとかもあったりすると思うんですよ。まあ、そういった画面で決済すればまあ、いけますよ。というところですね。なので、バーチャルカードを使って amazon で普通に決済するとか、そういったものはおそらく対象外だと思いますので、それは気をつけてください。で、google pay の方の場合なんですけども、店頭での利用の場合は先ほどお伝えしたクイックペイプラスでの決済、ここだけでですね。そして、ネットでの決済に関してはキャンペーンの対象外となっておりますので、気をつけてください。で、ここもですね。見てほしいです。モバイルスイカモバイルパスも Apple pay の suica。Apple pay のパスモへのチャージは本キャンペーンの対象外ですということでございますなのでまあ一番いいのはもう店頭でねサクッとクイックペイであのお買い物とかで使うとかコンビニとかで使うぐらいが一番わかりやすくて使いやすいかなと思いますまあどういったねお使い方が得なのかっていうのはねご自身で考えていただいてもいいと思いますしコメント欄にこういった方法がお得ですよっていう何かそういった方法があればですね教えていただければ嬉しいですでキャッシュバックのされ方に関してはみんなの銀行の普通預金口座に入金されるとでキャッシュバックの時期は10月中旬頃ですのい� 今かららヶ月後ぐらいなんでで、まあ、忘れれた頃に付与される感じですねちなみにですね、みんなの銀行で Apple Pay を使う時の画面なんですが、これみんなの銀行のトップページ、ここからですね、下から上に画面を、まあ、スワイプっていうんですかね、していただくと、下からメニューが出てきまして、このデビットカードを使うっていうところをタップします。 で、現時点で僕はですね、このデビットカードを、まあ、Apple Pay に登録をしているので、この画面が出てくるんですが、まだ設定されてない方はですね、おそらく設定の画面が出てくると思います。で、もし、決済する場合は Apple Pay に登録した、この画面の状態で、g e t ピ i c k p a y でお願いしますというふうにお伝えすれば、これで決済が完了という流れになります。で、もう一つのキャンペーンはですね、こちら Twitter の公式アカウントをフォローして、あと、ハッシュタグ、みんなの銀行デビットをつけて、ツイートした方の中から抽選で30名様にですね、プレゼントということで、まあ実際に ですね。ちょっとみんなの銀行の公式のアカウントのつぶやきをちょっと見ていただきたいんですが、今お伝えしたこういったみんなの銀行デビットっていうハッシュタグをつけて、まあ、みんなの銀行を使った感想であったりとか何を使ったかっていうのを教えてくださいということですね。まあ、今回のね20%のキャッシュバックキャンペーンを使ってまあ、買ったもの、まあ、使ったものっていうのを、まあ、ツイートすれば OK と。で今回でですね、このみんなの銀行のキャンペーンっていうのがこちらのまクイックペイを使ってでのを決済ということになるんで、おそらくこのキャンペーンと組み合わせて使えるんじゃないかなということで。 それがこちらのキャンペーンですね。クイックペイの総額5000万円、1万円抽選でキャッシュバックキャンペーンですね。こちらのキャンペーンもみんなの銀行と同時期にスタートしまして、7月16日から9月15日までの結構ね、長めのキャンペーンとなっております。それではキャンペーンの詳細見ていきましょう。こちらの内容なんですけども、キャンペーンの期間中にクイックペイを税込1万円以上利用すると抽選で 5000名様に1万円キャッシュバックというキャンペーンとなっております。まあ、抽選になるので確実ではないんですけども、まあ、クイックペイを使うついでであれば、まあ、サクッと参加できるのかなというふうにも思いました。で、ちょっとね、この中にはどんなふうに使うのかという例が出てるはいるんですけども、まあ、参考程度にしていただければと思うんですが、まあ、ポイントとなるのはここなんですよね。対象となるクイックペイ発行会社ということで、ま、いろいろ出てます。ちょっと見ていきましょう。まずはここですね、クイックペイ対応のカード発行会社。もちろんこれが大前提になると、そしてアップルペイ、グーグルペイにクイックペイ クペで対応している発行会社この2つがまず大前提となりますねで次ここですね上記のうちキャンペーン対象とならないカード発行会社ということで以下の発行会社にてご利用いただいたクイックペイは抽選の対象となりませんということでちょっとこちら見ていきましょうイデミツクレジットとかあとエポスカード AU の自分銀行であったりとか、えー、あと僕が知っているのであればビューカードとかあとここですね株式会社ミクシーっていうねもうここ最近ね使われている方も多いと思いますけども6グラムっていうスマホ決済使われていると思うんですがそれはですねこの株式会社ミクシ が提供しているのでこここも6グラムも 6g 対象外になるとあととあはねね楽天カカカードヤフーカードドドか YJ です、ね、こういったものは対象外になると。なので、考え方としたら、これ以外のものであれば対象になるのかなと思いまして、まあ、それがこの下だと思うんですけども、アメックスやったりとか、あと OC とか、あと JCB グループ、そして a u p a y プリペイドカードクレディセ a s o n c a s とか、あとスミシン SBI ネット銀行とかもありますね、ミズホとか、あとダイナースクラブとか、まあ、そういったところが対象となりまして、 ま、僕がね、やっぱ気になったのは、このみんなの銀行が、これにどこかに該当するのかどうかっていうところなんですよね。まあ、ここには入ってないので、対象外になるっていう可能性もあるかもしれないんですが、ちょっと現時点ではわかんないんですよね、正直。もしわかる方いらっしゃれば、コメントいただければ嬉しいです。 で、念のためですね、このお問い合わせ先で僕あのメールを送ってるんですけども、この動画を撮影してる時点では特にまだメールの返信がございませんので、もし分かり次第ですね、この動画のコメント欄で更新をさせていただきたいと思います。まあ、ちなみに返信に時間がかかる場合があります。土日、祝日、年末年始はさらに時間がかかりますということですので、まあ、ちょっと気長に待っててください。ちなみにですね、このキャンペーンのキャッシュバック自体は2022年の2月以降予定されてるということでございますんで、本当に忘れた頃に、まあ、付与されてる、まあ、抽選が当たってる方を付与されてるのかなと思います。 で、キャッシュバックの時期は、キャッシュバックの方法など、カード発行会社によって変わるらしいので、これはカード発行会社に問い合わせてみてください。ということで、今日お伝えしたキャンペーン2つまとめですね。まず、みんなの銀行の20%キャッシュバックキャンペーンなんですけども、期間が本日7月の16日から8月の15日まで、特定の内容として、みんなの銀行のデビットカードを使って、まあ、決済したら20%のキャッシュバックを受けることができると。で、条件としたらですね、Apple Pay、iPhone 使われている方の場合に関したら、クイックペイプラスでの決済か JCB のコ コンタクトレス決済の決済であれば20%キャッシュバック受けることできますし、もしネットで利用される場合は Apple Pay のボタンをタップした時の決済、そういった方法であればで Google Pay、Android の方に関してはですね、基本的にはクイックペイプラスのみしか特典の対象となりませんので気をつけてください。で上限は1000円まででございますので5000円分利用することでこの1000円の上限に到達します。で封じ期なんですけども2021年の10月中旬頃までに順次ということでございますので、まあお住ところに付与されるかなとで対象外になるのはモバイルセイカ、モバイルパスも。 ま、あこういったものも対象外でございますんで、ま、あ基本的にはね、このクイックペイプラスを使って、ここに何も考えず、まあ、コンビニとかでサクッと掲載してもいいと思いますし、ま、あスーパーとかそういったところでもサクッと使ってみていいと思います。で、そういったね、どこで使ったかをツイッターでハッシュタグをつけてツイートすればですね、また二つ目のキャンペーンにも参加することができますので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、もう一つクイックペイのキャンペーンなんですけども、こちらは1月16日から9月15日までとなっておりまして、キャンペーンの内容としたらですね、総額5000万円、1万円分の抽選で、ま、キャッシュバックされるっていうのが ですね。5,000名様に当たるキャンペーンとなっております。このキャンペーンの参加条件として、キャンペーン期間中にクイックペイを税込み合計ですね1万以上を利用することで抽選に参加することができるということでございますね。で、抽選の結果がわかるっていうのが、まあ2020年の2月以降にまあそのキャッシュバックされるということだったので、まあ、これはね、もう当たったかどうかこの時に確認する方法しかないと思うんで、ぜひこちらご自身でチェックしてみてください。で、対象外の項目として、AU の自分銀行とか6グラムとかエポス楽天カードビューカードまあ、こういったものはですね。 キャンペーンの対象外となってますので気をつけてくださいで先ほどお伝えしてたようにみんなの銀行についてはですね現在問い合わせ中でございますんでもしこれが対象であればですねここで5000円分使ったら残り5000円分普通にまた決済すればいいだけなのでまあ一石二鳥ちゃ一石二鳥なんですよねまあおそらく僕の予想では対象かなと思うんですけどももし参加される方はですね自己責任でお願いしますまあそんなこんなで今回はみんなの銀行そしてクイックペンについてのキャンペーンそれぞれお伝えさせていただきましたまあほんねみんなの銀 こうのサービスが始まって、僕も今現在はまあプレミアム会員ということで、まあ、入出金もそうなんですけども、振り込みがね。めちゃくちゃ便利なんですよね。他行に振り込みが月10回まで月10回までですね。まあ、無料でできるので、それが本当に便利なんですよね。 ま、需要があるかどうか分かんないんですけども、また改めてね、みんなの銀行を使った、ま、感想とか、ま、何かしらのタイミングがあれば、また動画にしようかなというふうに思っております。で、先ほどお伝えしたように、みんなの銀行が今回のクイックペイのキャッシュバックのキャンペーンに、ま、抽選の対象かどうかっていうのがですね、問い合わせの結果が分かり次第コメント欄、ま、固定コメントとして記載させていただきますんで、ま、ぜひそちらもね、随時確認していただければと思います。あと、それぞれね、キャンペーンのリンク概要欄に貼っておきますんで、こちらもぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、本日 以上です。ご視聴どうもありがとうございました。はい